Good morning, everyone. Uh, I would encourage you that if you weren't here last week, or even if you were here last week, to please listen again to the message from Pastor Scott from New Day Stephanie. and Stephanie. 先週の日曜日ですけれども、アメリカの方からラ、イブ配信で、スコット先生と奥様のステファニー先生のメッセージがありました、あまだ聞いてないカタワジキテクサイ、マダキタカダマです、ネモイチョキトスバラシトマイマス。It was very good a メッセージで、私たちそれぞれの人生にとても必要である内容でした。Okay、l s r e a d u r k y v e r s e then we'll pray and get into it.

私たちに敵対できるでしょう s <S、えー、お祈りします e thank you for this day. Thank you that、uh, no matter what is happening in our lives, you are for us, Lord. 人生において何が起こっていてもあなたは私たちの味方でおられるので感謝していますそしてそれを頭の中で理解するだけではなくて心の中でしっかりと受け止めることができますようにイエス様のお名前によってお祈りしますアーメンアーメンこのシリーズに神は皆さんに このメッセージのシリーズの中でどのように神様が私たちのあなたの味方であるかということを語ってきました。そして、4つ目のポイントは、悪いことが起きたとき、神様のせいにしてはいけない。 そして前回のメッセージがあまりよく分からなかったという声がありましたので。もう一度それを話しましょう。そて、2れを話しましょう。 大切なメッセージで、私たちが理解することが必要なので、もう一度、前回のメッセージと今日のメッセージで、もっと皆さんが理解してくださればと思います。Because trials and tragedies come to all of us。というのは、困難なこと、また、悲しいことから悲惨的なことは、私たち全員の人生において起こるんです。 Hard times and hard クリスチャンであってもクリスチャンじゃなくても私たちは全員つらい,い,い体験をします come, say, you,、えー。そして多くの時、困難やつらい時がやってくると神様、あなたはどこにいらっしゃるんですかと言うんですね。 そしてクリスチャンはですね、えー、このは、の中にことなこんなことしいことがあるこということに対して葛藤を覚えるんですね、really、God, しかし神様の品性をとっかりと理解することは、重要なことこと この苦しみがどこからやってくるかということを理解するのはとても大切ですというのは私たちの苦しみの背後に神様がいるんじゃないかと考えてしまうような誘惑がやってくるんですねそうしてしまうとそのように考えてしまうと神様と悪魔が 似た人のように思えてしかし神様がこの世界を作り神様が人間を作りました。その理由は私たちと愛を、神様の愛を分かち合うためです。But in order to have genuine love, しかし、えー、清い、純真な愛を持つためには、選択をするという自由がなければいけまうん愛は自由を要求す。るそうでなければそれは愛ではなくなってしまうんです。 そそれででしししたららのの苦しみといううはどこから来るんでしょう自由を悪用した結果、世界に苦しみがやってきたのです。 When God created Adam and Eve, He gave them He gave them a free will to make choices. The choice to love and trust him. To trust him and obey him Or to misuse their freedom to choose. To choose to him それかそれと反対にえ自由というものを悪用してえ間違った方法で使ってえ神様に従わない神様に信頼しないという選択もあったんです。

悪魔に耳を,耳を傾けることを選んで、そして自分たちの自由を悪魔に上げてしまったんです。ですから皆さんこのことを理解する必要があります。神様はす。のことに関して主導権を、ね、握っていらっしゃいますけれども He chose not to control every detail. でも、神様は全ての細かいところまで全ての詳細を支配しよう。コントロールしようとはしないんです。そして、神様は人々に自由に選ぶ権利を与え、そしてその中には間違って選んでしまうことも含まれています。 そしてアダムとエバに対してもそうです。また私たちにもそうですけれども、私たちが間違って選ぶことを許すんですね。そしてアダムとエバが間違った選択をしたあ自由というものを間違って使ってしまった。Death その結果ここの世に死というものが入ってきましたそして、その死を与えること全ての事柄ができます。そういうことは、この世界に与えることができました、so、world, す。そうであるとかまたコロナウイルスであるとか そのようなものは、死に関連しているもの、そういう、そのような病気というのは。疫病というのは、死というものをもたらしますね。ですから、その、死に関すること、死というものを、神様が世の中にもたらしたのではなく。そう、それがやってきた理由は。

アダムとエバの子孫ですからアダムとエ私たちのこというものを悪用してしまった結果というのも結果の代価を私たちが支払うことがあるんですとですから良いとに時々悪のことが起こってしたうんでとねのの私たちことことこ 私たちはまたしばしば神様から私たちにそれぞれ与えられてい,れている自由という自由な選択を間違って使うときに悪い結果がやってきます。私たちの人生に 神様を主としないときに私たちの人生において自由というものを間違って使ってしまう領域においては私はこれが嫌だ私は自分の道でやっていく自分の方法でやっていくってそれを選ぶときに その時に私たちはその結果がやってきて結果に直面するんです。Because in reality, every choice has a consequence。現実的にすべての選択には結果が伴います。When you choose to allow God to be Lord because He loves you so much, ええ、神神様様が私たちををを本当にに愛ししていらっしゃいらら、っゃますすから神様を主とととることを選ぶきは、you will face <Good> consequences. 良い結果が来るんですね。 もちろんそのように良い結果をがやってきますけれども、時々ですね、アダムとエバが自由というものを間違って使ってしまったゆえにその結果というものが私たちにやってくることもあるんですね。しかしえ私たちが個人的に神様からいただいた自由というものを間違って

神神様様にに従うという従うう、ううとといいい選選択、択自由の選択を神様は私たちくださいました So let's not b l 苦しみや困難に直面するときに、神様のせいにしないようにしていきましょう。Let's remember that the suffering introduced into the world was the consequences of misused freedom.

彼らが来るのはあ悪魔がやってくるのは滅ぼしたりとか殺したりするためである。とというののははアダムとエバはその自由,と自由の選択を使って

と destroy the works of the enemy, destroy the works of the devil. Jesus' death on the cross disarmed the principalities and defeated the devil. 力を打ち壊しました。So、lives, ですから、そのイエス様は私の自分の救い主,主として受け入れるときに、not always immediately, but ultimately, we win. すぐに怒るとは限りませんけれども、最終的に私たちは勝利をするんです。私たちは最終的に死を死に打ち勝って永遠の命をいただくんです。その永遠の命があるところには苦しみはもう一つもありません。痛みも全くありません。 So、we ですから私たちがつらいところを通るときにそのつらいことが苦しみが神様のご計画だ素晴らしいご計画だと言わないようにしましょう。 でも苦しみに遭うときに私たちは神様にもっと近づいていきましょうというのはイエス様おっしゃいましたイエス様は私たちを決して見放さない離れないと私たちが苦しみ痛みを取るときにその中で一緒に私たちと歩んでくださいます私たちと歩んでくださいます そそししてててののの苦しみみ中においいいいいも喜び恵みをイエス様くださまますすというううははパウロという人は聖書でこう言っています私たちはそれぞれ皆あ試みんなにをうとというのは

細かいところまで、コントロールしてないんです。だからといって、神様が、すべての主導権を持っていないんじゃないんですね。神様はすべてのことに関して、主導権を持っていますが、そこのところにおいて、コントロールはしないんですね。私たちに選ばせるんですね。わかる?。そのところは違いがわかりますか神様はすべてをコントロールしない。でも、主導権は持っているんですね。 でも、無理やり、コントロールしないんですね。私たちが自由に選ぶようにするんですね。そういうんですね。そう、例えば、The Bible tells us to honor our father and mother.Seishua, あなたの父と母を、うやまいなさいと言っています。We can choose, as teenagers, and sometimes even as adults, to not follow. パ、えーテ、えー、の子どもたちもまた大人としてもで、すね自分の親のアドバイスには、あ従わない、聞かない、ってそれを選ぶことはできますね。パーティ10時に寝なさいって親から言われて、しは6時には起きるようにって親に言われて。

選べる選択権がある。また仕事場の上司に従うか、言うことを聞くか聞かないかという選択肢がある選択権がある。でもその中その選択権の中でじゃあ親には従わない上司には従わない従わないということを選んでしまうと結局私たちは

Ultimately, his will will be done. He's still in charge. Does that make sense? わかりますか? So, the confidence, the confidence that we have as a Christian is found in Romans 8 28 and 29. Let's read it together. Say no. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. For God knew His people in advance and He chose them to become like His Son. Let's read Let's read together. 神すべてのことを働かせて、エキしてくださること、を私たちは知っています。なぜなら、神は、あらかじめ知っておられる人々ミコ女の体と同じ姿に、あらかじめ定めたからですアーメン Amen。So even though God is not controlling every detail, ですから神様がすべての詳細までコントロールはしていませんが、でも、イエス様に信仰を置いて信頼していくならば、 人生で何か悪いことが起こってもその中でも神様がすべてを働かせて素晴らしいことを何か益を生み出してくださいます。というのは私たちが御子であるイエス様との形と同じ姿になるように神様は初めから定めておられたからです。 ですから私たちが人生で体験するある事柄というのは神様が前もってて計画していた事柄ではないことがあるんですね。ね でもそのようなことが起こったとしても神様が主導権をお願いね,がねあ握っていらっしゃいますので、えー、そういうお起こるべきでなかったことが起こったとしても神様が働いて何か素晴らしい益となることを生み出すことができます There is no trial, no どのような試みがやってきてもどのような状況に直面しても、no、evil in this world またこの世の中に悪があったとしても神は悪があったとしても For our lives. そのようなことがあっても、でも神様は全てを征服して、そのどんなことからも益を素晴らしいことを神様は生み出すことができます。え、聖書は言っています。悪悪魔は悪いことを悪を起こそう。としたけれども、でもそのような悪の。 中においても、神様は、素晴らしいこと、を生み出すお方であるとえー、そして、私たちがあ、選んでいないような苦しみをお体験するンスルトキデ God can still bring something good from it。その中から神様が、何か素晴らしいこと、を生み出すことができます if we will only trust in Him. 最悪だと思えるような状況に直面した時に私たちは神様から逃げないで、もっともっと神様に近づいていきましょう。ですかかかららももしし悪いいこことととの中から何か良いことが生じたとしても 神様がそれをまずもたらしたのではない。神様、神様はまず神様がまず、その悪いことをもたらしたのではありません。Is is ということはそういう、えー、この子が言ってる意味は神様悪いことの中から何か良いことが生じたら、it, 神様は私たちの味方であるで、ね。You, そして、神様があなたの味方だったら敵対することができる人は誰がいるでしょう。No この世の中にある悪で神様がもたらすことができる良いことに勝る悪はありません。He can transform what God, w h a the t devil intended for evil into something that will bring good into our lives。悪魔が悪いことを悪をしようと思ったことでさえも 神様はそれを変えて何か素晴らしいことを素晴らしいものを生み出すことができます。人生で何を直面しても i t s time to abandon the false comfort that God is controlling everything. ですから、神様が全部支配して、コントロールしてるから大丈夫っていうような,なんかそういう思いは捨てましょう。 God is in charge. だから神様がすべて支配してるんじゃなくて神様がすべてのことに関して主導権を持っているんだ。こうう言いまししょそて私が決めるすべての決断の中で神様が主導権を握ってくださいますように。 But even I, believe it or not, 皆さんは信じないかもしれませんけども私でさえも時々ですねその自分に与えられている自由というものを間違って使います。 そしてその結果といあそのそれ私はそれからやってくる結果というものに直面しなければいけません。私、like like、から言われたことが嫌だからそれはやらないと決めてそれをそうしてしまうと、えー、え自由というものを間違って使うと、 And we face consequences. Maybe your keitai will be taken away. I don't know. Maybe I don't know. <laughs> but we all have different authorities in our lives. I'm sorry, I'm not trying to pick on the youth. まずユースばっかりこうなんか混雑するので、ごめんなさいね。<laughs> もう前にはここには座らないってね、<laughs> <We S 2> やらないでね。ええ、私たちがね、この若者だけじゃなくて、みんな全員がね、その自由というものを間違って使ってしまうことがあるので、そしてその自由というものを間違って使うと、そこからやってくる悪い結果に直面しなければいけません。So how can we stay

イエス様も神様、天のお父様から自由の選択を与えられていましたけれども、それをどうやって悪間違って使わないようにとしていったでしょうかそれはイエス様がこう言ったんですね。私の思いではなくて、天のお父さん、あなたの御心がなりますように。

イエス様がご自身の思いさえも、天のお父さんに明け渡したから本当に感謝すること人いますか？何人ぐらいいまイか ?We have life and we have eternal life because Jesus surrendered his will to the Father's will. <S イエス様がご自身の心を天のお父様の御心に明けアしたタシタ、トゥコト、と。ハラワタシタチワ、エノイノチガリマスルホントに感謝しますマス。Sometimes the choice that we make そして私たちが選択することが常に簡単にできるとは限りません。そしてまたこれを選ばなければいけない、選びたくないけどっていう選択もあるでしょう。うでも正しい選択をするためには 自分の心を自分の思いをですね神様に願いを神様にお捧げする明け渡すそれをするときにそれをするときに自分が神様から偉大な豊かな祝福を受ける場所に自分を持っていくんですね We need to choose not to leave him そしてて悪いいこことが起こっても神様から離れないよはねししの福音書の十六章の三十三節。 私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。 このことを聞きたくないって思うんですが、えー、suffering and persecution is part of our inheritance. 私たちは、カ難とか迫害というものを相続としても受けてしまっているんですが、because Adam of その理由は、アダムとエヴァが自由の選択を間違って使ったので、それ、わかりますか Jesus said, We will. ですから、イエス様おっしゃいました。世にあっては、艱難があります But take heart。でも、勇敢でありなさいサイ。Be encouraged。イ。Put your faith in Jesus because He's overcome the death and suffering in this life。イエスにおけるうーキマショコのをイエス様がすでに打ち勝ってくださったから。 We have the answer to suffering that people need to hear. And Jesus. If we will surrender our will to Jesus, hey. if we will surrender our will to Jesus, if we will surrender our Jesus is the answer. So if we will surrender our will to Jesus, not my will, Jesus, but I surrender my life to your Lordship, to Jesus. I wanted you to translate that okay. part. <laughs> <Okay>. <laughs> if we will surrender our lives to Jesus, he will bring 私たちが、イエス様に自分の心も明け渡すときストキイエスタマガ、ヨイモノ、ミダスコトガデキマス。ど世の中が問題を解決しようとするその解決策で、私たちが、 自分の問題を解決しようとしないでください。そうすると、もっと苦しみをもたらします。 世の中で一番いいメッセージを私たちが持っていますそのメッセージは神様はこれほどまでに世を愛されたので一人子であるイエス・キリストをこの地上に送ったお祈りしますお祈りします 主あなたの愛をありがとうございます。You you so、あなたはこれほどまでに私たちを深く愛されて、no、あなたは私たちを絶望の状態でほっとき、私っとく愛して、私たちをしませんでをしたちをしたち私たちををしした アダムとエちが自由というものを間違って使った後でさえも私たちが絶望にとどまることをあなたは許しませんでしたでもそのような私たちに一人子であるイエス様をて帰っ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 